Trong các câu sau có lỗi sai điển hình mà người Việt Nam hay mắc phải, các bạn hãy tự nghe xem nhé. 私は大学の4年生です。4年間日本に住んでいます。ねえねえ、これ美味しいだよ。ねえねえ、あそこ寒いだよ。ねえねえ、見て見て。この人かっこいいだよ。皆さん気づきましたか？最初の私は大学の4年生です。これは日本人は4年生じゃなくて4年生こう言います。次の日本に4年間住んでいますも4年間じゃなくて4年間と言います。私は大学の4年生です。4年間日本に住んでいました。次は形容詞の普通形に関する間違いです。形容詞の普通形の後にだはつきません。それでは正確に言ってみましょう。これ美味しいよ。あそこ寒いよ。この人かっこいいよ。本当にちっちゃい間違いなんですけど、日本人にとっては不自然に聞こえてしまいます。なので皆さん意識して使ってみてくださいね。バイバイ。